食べた。あれ交代しようと思った。食べなかった。目の先ちょくるくる面白いね、うん、ジョニーデップみたいだよ、うん、バッタ緑のバッ バッタ久しぶりに見た。茶色いトノサのバッタしか見ないからね。何が起こってるか分からない。何が起きてるかおかしいってよ。上、餌いっぱいあるよ、上。何これ。ブドウみたいだね。20日より再開がじゃあ、あのカビラマイク3軒目休業中、1個は閉業だった。
広いとこ、あ、なんちゅう、高いとこではなかった。泳いできました。浮いてきました。浮いてきました。海に行って浮いてきました。流されてきました。ただ浮いてるだけだったけどね、うん、夏が来た。食べれるか試し。石垣
小屋みけ。わさびは？わさび食べれる。あったかいの？マグロとか？昨日とあった肉を食べた。ああ、苦手だからね。やっぱ最高ステーキ食べた方がいいよ。なんか塩美味しそうだね。食べたらマット塩。やりたい。どんなして味が？わさじゃないかもしれないけど。だよね。まだ暑いと思って。タレで冷やしてみたけど気持ちいい。ぜひ、うまいぜ。うまい。お持ち帰りするかもしれない。確かに肉の味がちょっと強いかな。カニちゃんには強いかもしれんけど、うまいね。うまい、うまい。すごいね、今全部正解。めったにないと思ったよ。あ、でもポルトガルはさ、ビールのね、あのいつだっけ、ただの食べ物やつ。なんか肉たっぷりだね。肉たっぷり。しかもさ、タレも作られてる。お店の？でもなんか自分でついてる味が。サトウキビから作った59度のアルコールにつけて抽出し、香り高い13種のハーブ酒、青森ベースと合わせたハーブ酒。果実系のハーブでハブの旨味を包み込んだ体に優しい、ハーブとハブをかけてるわけ。こっちぎ？こっちぎ。こっちぎ？ピリ辛こっちぎ。お店おすすめ。チーズインヒダヤーチ。石垣は暑いんです。本当は楽。たこ焼き、あ、間違えた。たい焼き。